ワールカップ賞全32カ国ミシュランガイド。どうもサッカーキングチャンネルミッシーです。私ミッシーがロシアワールドカップに出場する全32カ国を1カ国ずつ丁寧に説明していきます。今回はメキシコを紹介します。まずはメキシコの概要です。メキシコの正式名称はメキシコ合衆国です。首都はメキシコシティです。面積はおよそ日本の5倍、人口はおよそ1億3000万人です。通貨はメキシコペソです。次にメキシコの文化をチェックしていきます。メキシコの国旗は3色から構成されていまして、それぞれ意味があります。緑は民族の運命における国民の希望、白はカトリックや宗教的な純粋さ、赤は国に準じた愛国者の地を表します。民族構成なんですけども、欧州系と先住民族の、混血メスチッソが 60%、 先住民族が約 30% を占めています。世界遺産は古代都市チチェン・イッツァです。メキシコのマヤ文明の遺跡として知られていまして、1988年に登録されました。国技はチャレリアという競技です。メキシコ版のロデオです。メキシコの有名な料理といえばやはりタコスですかね。こちら日本でもおなじみでしょう。お酒はテキーラやコロナビールなどが有名です。著名人はプロレスラーのミル・マスカラス、世界で最も有名な覆面レスラーとして知られています。毎回リングに上がるたびに、マスクを変えるということで、日本では千の顔を持つ男、仮面貴族という愛称で親しまれました。ここで30秒トリビアのコーナー。日本の会社東洋水産の即席麺のマルちゃんは、メキシコの国民食と、して知られていまして、メキシコ人なら誰でも知っている料理だそうです。2004年から現地法人を作りました。一つ50円ほどと非常に手軽な値段でして、味は13種類あります。エビやチキン、ビーフなどが展開されているそうです。メキシコでマルちゃんというふうに言いますと、簡単にすぐできるという俗語としても定着しているそうです。ここからはメキシコのサッカーについて見ていきます。メキシコの過去のワールドカップの戦績なんですけども、1970年と1986年に記録したベスト8が最高成績というふうになっています。今回が7大会連続16回目の出場です。今回のワールドカップ予選なんですけども、北中米カリブ海予選を見事1位で通過しました。6勝3分け1敗の数字でした。現在の FIFA ランクは15位。代表チームの愛称はエルトリです。こちら英語にするとザ・トリコロール、メキシコの国旗と同じ3色を意味しています。今大会のメキシコ代表の予想布陣はご覧のようになっています。基本フォーメーションは 4-2-3-1 です。メキシコ代表を率いるのはオソリオ監督、コロンビア出身の56歳です。オソリオ監督はアメリカのシカゴファイヤー、ニューヨークレッドブルズといったチームやブラジルのサンパウロなどを率いた経験を持っています。2015年の10月からメキシコ代表を率いています。メキシコの注目選手はやはり最前線に入るエルナンデスだと思います。愛称ではチチャリートというふうにも呼ばれていますね。メキシコ代表としてここまで100試合に出場して49得点、2試合に1点ペースで得点を決めています。2017年の5月にはメキシコ代表の最多得点記録者になりました。過去のワールドカップは2大会に出場しまして、2010年の南アフリカ大会では2ゴール、前回のブラジル大会でも1ゴールを決めています。メキシコ代表はやはりチチャリート以外にもタレントを擁していまして、日本で有名なところで言いますとトップ下のジオバニドスサントスや、ボランチのグアルダードあたりでしょうか。でもこの11名に入っていない中でもかなり欧州でも頑張っている選手がいるので、そちら少し紹介したいと思います。まず1人目はフォワードのイルビング・ロサーノという選手です。 PSV に所属しています。 PSV は今年3試合残した段階でエールディビジ優勝を決めました。そこに大きく貢献したわけなんですけども、3試合残した段階で15得点11アシストと素晴らしい成績を残しています。もう一人はサイドアタッカーのマルコ・ファビアンという選手です。フランクフルトでは10番をつけています。長谷部選手とも同僚ですね。そのファビアンは負傷により前半戦を棒に振ってしまったんですけども、ドリブルと決定力は大きな武器となっています。メキシコ代表はかなり前線にタレントを要しているわけなんですけども、ヒール監督のオソリオ監督、彼は非常に戦術家として知られていまして、サンパウロ時代なんかは、勝負どころでいきなり3バックを導入したりとか、いろいろなことを試してくる戦術家です。それに加えて、勝負師としての側面も持っています。その個性派集団のメキシコ代表をオソリオ監督がどういった組み合わせをしてくるのか、ここは一点注目です。メキシコ代表は1994年のアメリカ大会から6大会連続で決勝トーナメントに進出しています。しかしながらいずれの大会もベスト16で敗退という風になっています。ベスト8が一つ大きな壁となっているわけですね。もちろん安定した成績、戦いぶりをしているということもあるんですけども、1986年大会を最後にベスト8に進出することができていません。2017年にロシアで行われたコンフェデレーションズカップにメキシコ代表は出場しています。その経験値もありますので、今大会どこまでいけるか注目したいと思います。まとめ。エースはチチャリート。攻撃陣のベストチョイスは？ベスト8の壁を越えられるか？以上をもとにミシュランガイドの評価を発表します。メキシコ代表は星4つです。
お伝えしている通り、やはりメキシコ代表タレントも擁していますし、ここまでワールドカップの戦績を見ても安定して決勝トーナメントには出場しています。なのでグループステージ敗退ということはなかなか考えにくいのかなというふうに個人的には思っています。メキシコ代表は今回 F 組に入りまして、同組はドイツ、スウェーデン、韓国です。初戦の相手がドイツ代表です。ドイツとはコンフェデレーションズカップで対戦しまして、こちらメキシコ代表1対4と敗れています。今回の初戦は一つキーになりそうです。長年のジンクスを打ち破りたいメキシコにとって、決勝トーナメント1回戦でブラジルと当たることは避けたいところでしょう。ワールドカップ史上全32カ国ミシュランガイド、今回はメキシコを紹介しましたが、皆様いかがだったでしょうか。メキシコ代表は今大会、世界王者のドイツ代表と同組となったわけなんですけども、ベスト8に行けるか、皆様のご意見をぜひコメント欄にお願いします。そしてチャンネル登録やこの動画の高評価もぜひよろしくお願いいたします。これであなたもメキシコ通。以上、 YY ワールドカップ放送局サッカーキングチャンネルのミシでした。